マシソンも一員として戦う WBC のカナダ代表です。関根の当たりです。ライトへ大きな当たりになっている。長野が下がってフェンスについて打球はスタンドに吸い込まれていきました。マシソンホームランを打たれました。代打関根のソロホームラン。ゆっくりとホームに到達してこれで5対3です。ベイスターズは今日ルーキーの佐野、そしてこの関根と4年目関根という2人にホームランが生まれています。佐藤さん、はい、ベイスターズは昨日一応キャンプの練習を打ち上げということで、WBC の合宿に参加している筒香キャプテンに代わって梶谷キャプテン代行が手締めを行って、はい、キャンプの練習は昨日で打ち上げという形になったんですが、その梶谷が話していたのはやはり去年3位になってクライマックスシリーズ緊張感を味わって、はい、選手全員が幸せだと思ったと。